最近パープルアプリの動画はあまり出してませんでしたが、地道にやってるマスオゲームズでーす。はい、今日はですね、こちらパープルアプリを実況していきたいと思います。はい、ということでパープルアプリなんですが、今日はね、何をやっていくのかと言いますと、こちらです。ガチャ券、なんと SR ガチャ券1つ、 SR10% ガチャ券、そして SR30% ガチャ券をね、今ね、やってる飛距離くんでしたっけ、あのスタジアムのね、イベントでゲットしたので、あの引いていきたいと思います。結構ね、最近こうイベントあるとしっかりね、そのランキングに乗るように頑張って、まあ今回のランキングはね、正直あのかなり厳しい、うん、レベルが高すぎるから、まあ厳しいんですけど、前回のね、こういうイベントのランキングとかはね、ちょっと乗れまして、はい、こちらです。これね、イベキャラボックスなんですけど、はい、こちら、うん、ゲットしたりとか、はい、ちょっといろいろね、ゲットしました。他にゲットしたって言ったら、この四条よ、四条でしたっけ、なんか読み方がね、違うんですよね、僕間違えてたらしくて、はい、とか、あとね、こちらですね、などなどね、いろいろね、 SR ゲットしました。はい、うん、やっぱりね、結構やってるとこうパワーストーンが溜まって結構引けるんでね、どんどん楽しくなってやっちゃうんですよね。はい、まあもうちょっとね、あのチームランクをね、こんだけキャラがいたら上げれるはずなんですけど、もうちょっと上手くやってね、上げていきたいなっていうのはもちろんあります。はい、ですがね、とりあえず今日はこちら引いていきたいと思います。じゃあ 10%、30% SR ガチャ券っていう形でね、いきたいと思います。はい、じゃあまずは、まあ当たんないでしょう、 10% ガチャ券引いていきましょう。ガチャル、何が出るかな。あー、これはもう厳しい、あ、これはもう残念ながらの、うん、ものですね。果たして、でもこれは、あー、はい、ということで残念ながら SR は出ませんでした。まあね、 10% ですから、次 30% ということで引いていきましょう。 30% ガチャ券、ガチャル、来い。あー、ダメだ。もうさ、最近ね、ちゃんとこの確定演出っていうのが分かってきました。うん。あの、皆さんから教えていただいて、分かってきたのもあるんですけど。はい。ということで、まあ、あっけなくね、うん、SR30% ガチャ券、10% ガチャ券は散りましたが、こちらですよ。SR ガチャ券、確実に出ますからね。これを引いて、果たして何が出るのかというところなんですが、では、行きましょう。剣を使う、いいやつ出てくれ、ガチャルー。何が出るかな、何が出るかな、楽しみ楽しみ楽しみ、来い。何が出るかな。おー、やばくない、これやばくない、ちょっと引きよすぎて怖いんですけど。マジっすか。なんか正直言うと、ユーフェスであのパープロ実況ですごく有名なアキさんいらっしゃるじゃないですか。アキさんにお会いして、マスオさんはかなり恨まれるかもしれないぐらいに引きよすぎですよって言われたんですけど、これやばいな、やばいっすね。はい、ということで、まあこれでね、またさらなる幅が広がったと思いますんで、ちょっと育ててしっかりやっていきたいと思います。やばいな。はい、ということで皆さん、今日も最後までご視聴いただいて本当にありがとうございました。ちょっとランク上げれるように頑張っていきたいと思います。はい、以上マスオゲームズでした。バイバーイ。